ボーンソルジャー、ボーンソルジャーってですよね。え、今大会、え、これまでずっと映像だけ流れてたんですけどね、はい、ボーンソルジャーってヘビ級選手でいましたよね。以前のボーンソルジャーってのいましたけれども、なんですかこのタイミングで。しかもジュニアのタイトルマッチは後に入ってみて意味はないですね。え、誰か来ましたよ。え、あ、タマトンガ。いや、タマトンガですね。タマトンガですね。バレットクラブですね。バレットクラブです。バレットクラブ、あ、そうですね。あのボーンソルジャーがバレットクラブであるというようなことはあの VTR でも示唆されてましたけれども、はい、ね、ってことは、え、だからタマトンガが今ゆっくりとこちらに向かってきます。これ今まであの映像でしか VTR でしか存在がリングに上がりましたよ、分からなかったこのボーンソルジャーをマイクを貸せと。今ここでその正体が明かされるんでしょうか。またなぜこのジュニア戦の後だ。そうなんです、それはだから消せないんですよ、なんでなんだろう。え、さあタマトンがマイクを持ちます。すげえ。まずは日本語ですね。まあすごいですよね、それは分かるんだ、はい、それはいいんだわ。よし、あーあーあー、来た来た、誰だ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 。マスク、マスクはボーンソルジャーです。マスクはボーンソルジャー、オスプレイ、マスクはボーンソルジャー、オスプレイ、気をつけない、オスプレイ、ボーンソルジャー、マスクはボーンソルジャー、ボーンソルジャーのマスクです。ただ身長がそんなに、ですよね。あーと後ろ振り返った途端に、いやもう場内も全くどう反応していいのか分かりません。これはどういうことなんでしょう。ジュニアの選手ですね。あ、そして何が、バキバキの体ですよ。すごい、すごいビルドアップされてますね。ものすごい体してますね。オスプレイ、You having a bit of luck running through these lightweights, huh? Stepping over Kushida, stepping over Scroll. まあ、ライトウェイトの中でクシダやマティスカルを超えてきたと。 You see, there was an idea. マスクはボーンソルジャー。 Somebody into this club and turn that gold into diamond.Now, ladies and gentlemen, we have your diamond. 4代目? What I present to you. え、マスク。え、取るんだ?取るの? Bone Soldier. Taiji Ishimori. え?え? Ishimori 選手だ。Ishimori 選手。え?Bone Soldier ということで、今まで新たにバレットクラブに力が加わると言っていたのは石森選手のことだったんですね。 Look at this. Look at this. 見ろこの体と。すげえ、石森大事ですね。え、 This beautiful specimen. バレットなんでバレットなんだ。クラブってことですよね。今フリーでアメリカで活躍してる選手ですよ。そうです、はずですよね。そうです、まあ実力者ですよね。はい、強いですよ。あ、間違いありません。おいおいおい、ウルフパックだ、ウルフパックだ。おいおい、アメリカで活躍しているはずの石森選手がなんとこのタイミングでバレントクラブ入り。さらに明らかにウィル・オスプレイのベルトを狙っているという宣戦布告もしていきました。もともとノアの選手、ノアを退団してアメリカでフリーでやってたんですよね。じゃあそっちでアメリカでいろいろコンタクトを取り合ってたってことですね。新日本のリーグでもね、タクリーグなんかで大活躍してますよ。そうです、そうです、実力者ですよ。 ACH と組んでね、いや、はいはい、素晴らしい活躍して、で、もともとね、まあ登竜門オルティモドラゴンの弟子ですけど、新日本はとても随分戦ってましたよね。いやー、とんでもない選手入ってきましたね、これね。これただあのボーンソルジャーとして紹介されてましたんで、まさか
このシックスパックの腹筋見てくださいよ。